続きまして、茨城県阿見町から来ました編集女人の皆さんです。テレビドラマ金八先生で見た南中ソーラン節、ソーランに憧れ、すぐに仲間を集め練習を始めた先輩がいました。その志を引き継ぎ今に至ります。4年ぶりの第5の大舞台で新曲を踊ります。それでは天正女人の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はい、どうもこんにちは。阿見町から来ました天正女人です。阿見町の48と言われている、ね、AKB と言われております。先日の、ね、はい、先生の野口さん、よろしくお願いいたします。私たちは、はい、私たちは、ネバネバ温度という曲を歌っております。泉と、はい、私笠野勝森と申します。どうか一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。子守会にいるとうちのさくらちゃんもあれ、親戚のおばちゃんたちがみんなこうやって踊るからね。あの7年前もこのステージでネバネバ温度を総踊りさせていただいたんですが、はい、今日私たち天正女人さんの新曲の方をこの浅野勝森兄貴がですね、はい、作詞作曲いたしました。はい、今日は生歌とともに演舞をお楽しみいただきたいと思います。阿見町の良さをですね、四文字熟語に例えて、詩を書いてみましたので、皆様よろしくお願いいたします。それではセンターの野口さん、よろしくお願いいたします。天正女人。
日はね、平均年齢12歳でやってます。12歳は若いでしょ。還暦を迎えると0歳になるって聞いて